阿部健作さんです。はい、お願いします。そうですね、今、お仕事は、藤田明誠高校、静岡の山下さんの教員を選手は、何年まで2009年に引退しました。引退された年は、ご自身の年齢が29歳ですか。29歳で引退しました。結構、まあ、まだいけるかなとかって、ちょっとまあ素人目なんですけど、29だとあれなのかなっていうところもありつつ、29って30の1個前じゃないですか。なので、その年の何かきっかけみたいな。そうですね、もともと大学卒業して、高校に入ったんですけど、その時から大体30ぐらいで引退して、まあ、次は指導者、教員になりたいなと思ったので、まあ、最初からじゃあもう、ビジョンはちゃんとね、そうですね、大学生の時に、まあ、選手をやって、で引退したら、まあ、教員になって指導者になりたいっていうのと思ってたんで、まあ、一つは解雇になったっていうのもあって、はい、まだ続けるか続けないかっていう考えたんですけど、まあ、体はすごい調子良かったんですけど、もともと思ってたのもありましたし、まあ、いいきっかけかなと。ちなみに、はい、ちなみにですね、体がよく動いてたっていう話を聞いて、はい、僕が一個長谷川太郎君と友達なんで、いろいろ僕もキーパーやってたんで聞いたんですけど、一番やりにくいキーパー誰って言ったら阿部さんって言ってました。本当ですか。阿部さんと一対一やると、なんかちょっと詰め方がいきなりグッときて寄られて、非常になんかシュート打ったり抜くのかの判断を結構迷ってしまって、それで止められた。一番やりづらかった。分かってるからね、そのチームなんて癖とか分かってるから。まあ、太郎さんすごいシュートがうまくて早いんでね。あ、が早いから、ね、早いし、詰めた時にウルトラで回してくるときに攻めたと、あ、ね、確かに綺麗がね、綺麗ですか。あ、ありがとうございます。で、ってことはちょっとまた話をあれさせてもらうと、戻ると、ビジョンがあって、大学出て入っての前の、その大学の時に、教員免許はもちろん教員の頃は取ってましたね。はい、で、まあ、やめて引退、解雇になって引退して、はい、で、その時は、やっぱり、サポーターの人たちや、周りに、なんていうんですかね、まあ、野球で言ったらですよ、まあ、引退になる時って、これすごい不思議、僕ね、今日すごく思ったんですけど、野球の時ってあれあるじゃないですか、なんか、1打席立てるみたいな。サッカーってなんか非常にそれやりづらい、特にゴールキーパーのポジション的に。そういうところで言うと、何かこう、まだやれるって言われてた、もや感みたいなのはどのくらい、やっぱり、まあ、その引退して、例えばその活動に向かって、でもいきなり教員にすぐ次の年から。そうですね、はい。じゃあもうなっちゃったら、そういうところのモヤモヤみたいな、まだ俺もしかしたら現役やっぱできんだなって全くなかったですよ。あ、キーパーと。そう、もともとサッカー選手になりたいっていうのもありましたけど、はい、中学ぐらいから指導者やりたいっていうのすごい思ってたんで、で、僕が育った今もリーグで監督やられる大津さんとか、吉田君の浅野さんとかと接することができて、どっちかというとやっていく中で、俺早くあっちの世界に行きたいなと思って、すごいなんですね、思ってたんで、レアな、でも珍しいタイプですよね、選手もすごい幸せな時間で、深く成長に関われるし、あっちの世界に行きたいって、そう思って、それは生きてくれて、まあ、運用を続けるとします。
やりがいがあってほしい。あ、今もう充実されてる。大変ですけどね、高校なんて。ああ、そうそうそう。ちょうど、ね、まあ、今、どっちだって言われたら、幸せか幸せじゃないかって言ったら、もう幸せだって言える。はい、自分の好きなことやらせてもらってますし、学校先生も、ね、いろんな生徒のクラスの中で、そういうのですけどね。まあ、ほぼ一緒に遊んでるだけなんですけど遊んでる感覚でできるそうですね、あんまりこう先生先生するっていうよりは、まあ、真面目線でやっていければいいかなと。2つ才能があったっていう本当に珍しいケースですね。そうなるとサッカー選手の才能もあったし、そうやって子供が好きだっていうのがもともとあったから、きっと指導者として素晴らしい、羨ましいケースですね。これは多分運が良くて恵まれたんで、最後にちょっとサポートマンっていうこの今回の、長谷川太郎がその代表になってやって、要は最後区切りをつけれずに、選手を引退する人たちが次のセカンドキャリアの時に何かこういい感じで踏み出せない、次のステップを踏み出せないっていうところがあって、それに対して、まあ、サポートしようということで、まあ、例えばそういうレジェンドマッチという形で引退試合をしたりして、サポーターに挨拶を、ちゃんと今こういう仕事やってますっていう、そういう機会を作ろうという形でやってまして、そのサポーツマンっていうものに対してなんかこうどんな感じで持っているか、まあ、簡単にでいいんで、ご意見とか難しいですね。まあ、賛成意見をいただければそういうわけではないんですけど、選手、サッカー選手ってすごい幸せな時間だと思うんですけど、選手終わってからの時間が長いですし、やっぱりその後も幸せに入れるように人生をどう幸せに自分がなるかで、幸せを与えれるような人間になれれば、ご自分も幸せって書いてくると思うので、いろいろ葛藤とかあると思うんですけど、自分のできることに集中して、次の道に出してもらえれば、その人を支えようというのがまた楽しいかなと思います。ありがとうございます。素晴らしい。